まずは、嫌な世間の流れ。ポリコレについて。おお、これはなかなか扱いづらい話題ですね。昨今の映画やゲームにおいて、やたらと騒がれている。ポリコレ問題が、ついにモンハンにも到来したんだ。やっぱりキャラの見た目に関してですか？そうなんだよ。白人の加工屋にアジア人の受付嬢、黒人の子供と、いろんな人種のキャラが登場していることに対して、ポリコレだと騒がれているんだ。ふーむ、確かにポリコレと言われると、かなり意識してそうな人選ではありますね。ポリコレや多様性を過剰に意識したゲームは、世界観にそぐわない、取ってつけたようなストーリーやキャラで埋め尽くされて、ゲームとしての面白さがなくなることが多いんだよね。だからポリコレを意識したゲームは批判されるわけですね。そうそう。最近だと日本の戦国時代をテーマにしたゲームの主人公が、黒人の外国人だった件で炎上したりね。歴史や文化にそぐわない感じになってます。だけどワイルズに関しては特に気にすることはないと思うよ。実際、モンハンシリーズは今や世界的人気作品だから、ある程度ポリコレ的な問題も気にする必要があるとは思うんだけど、それによってゲームの体験自体が面白くなくなることはないと思うんだ。それはその通りです。どんなキャラがいたとしても、アクションが制限されるわけじゃないですもんね。そうそう。それにモンハンは旅を通していろんな文化の村を訪れるのも一つの魅力だし、むしろいろんな出自のキャラが登場することで、ストーリーに深みが出たら、それはいいことだからね。ごもっともです。実際にポリコレを意識してるのかどうかはわかりませんが、世間もポリコレと気にしすぎなのかもしれませんね。それで言うと、モンスをぶった切る方がどうなんだって話だよ。それは言わないお約束です。続いては PS5 で大丈夫？フレームレート。フレームレートって、映像がどれだけ滑らかに動くかの数値ですよね。そうそう。1秒間あたりに表示される画像の数を表す数字で、例えば 60fps だと1秒間に60枚の画像が表示されているんだ。ってことは 30fps よりも 60fps の方が滑らかに動くと。そういうこと。そしてこのフレームレートは PS5 ゲームにおいては、60fps 以上は当たり前って風潮があるんだけど、ワイルズでは無印 PS5 だとこのフレームレートが 30fps で限界なんじゃないかって大きな話題となっていたんだ。それは確かに炎上の種になりそうな話です。でもなぜそんな噂が？最初に言われ始めたのは8月中旬の実機プレイ映像が出たあたりだね。映像を見るとわかる通り画面がごちゃついている時は明らかに 60fps 未満の動きになっていたんだ。これは確かにまずい感じがします。実際この時ゲームメディアの IGN は厳しく評価していて何度もクラッシュしたと言っているんだ。どれだけ内容が面白くてもそもそも気持ちよく動かせなければ意味がないですもんね。ネット上では無理してシームレス化するからこうなるとか結構批判的な意見が出ていたね。これは不安になるのもわかります。そんな中 PV4 が発表されると同時に Steam 版の推奨スペックが発表されたんだけど、これがなんとかなりの高水準。無印 PS5 の単純なスペックで言うと明らかに 60fps を安定して出すことは難しいって感じだったんだ。そんなに厳しい数字なんですね。これなんなら 30fps でも場面や描画設定次第ではガタガタになるんじゃないかとか、プロでも 60fps 安定は無理なんじゃねとか、そういうレベルの懸念が立ってたよ。まあ不安になるのもわかりますよ。 PC にしても PS5 にしてもかなりの効果ですし。うんうん、まさにちょうど PS5 の値上げやプロ発表問題でワイルズだけをやりたいユーザーからは1本のソフトのために8から12万も払えるかみたいな声も多く上がっていた状況だからね。そこはカプコンさん関係ないのでかわいそうです。なお9月末の TGS での実機プレイ体験を経た最新情報では無印 PS5 での支流しか用意されておらず、描画設定も 30fps だったことからさっき言った懸念がより深まっている一方、一部メディアからは無印 PS5 でも FPS 上限なく快適にプレイできたという発言もあり、未だ情報が錯綜しているんだ。何が真実かは体験版が来たりしないとまだ正直わかりませんね。個人的にはまだ開発段階だし予算も大量にある大ヒットタイトルだから、これらの懸念も発売時には払拭されてると思うけどね。っていうかそもそも映像美が云々よりモンハン新作がプレイできるってだけで満足だよ。確かにまだわからないことだらけですし気長に待ちますか。続いては受付嬢の再来。受付嬢の見た目。新作モンハンが発売されるたびに話題になる受付嬢だけど、早速ワイルズでも良くも悪くも話題になっているよ。ワールドの受付嬢はかなり批判されてましたからね。ライズの日の笑みのとしまいは打って変わって大人気ですが、ワイルズの受付嬢はどんなキャラなんですか？ワイルズの受付嬢はアルマさんっていう、メガネをかけたおしとやかな女性だよ。
ほうこれは正直、好き嫌いが分かれそうですね。うんうん。実際にネット上では、地味すぎるもさい。正統派美女って感じじゃない、っていう風に否定的な意見もあれば、凛としてて素敵、普通に可愛い有能そう。って感じでポジティブな意見も、どっちもあるんだよね。まあ見た目に関しては、マジで人によりすぎますからね。個人的にはおっとりしてそうで、まあまあタイプですが。ちなみにリアルすぎる絵のテイスト自体は、割と好評なんだけど、とにかく NPC をブサイクにしないで、という意見が目立ったね。切実な願いです。他のキャラは現時点で、そこまで批判されていないけど、特に受付嬢という立場だからこそ、アルマさんは賛否両論って感じなんだ。ただ実機プレイ映像で、支給品を定期的に届けてくれたり、最後まで仮に同行して、支援してくれたり、武器選びのお手伝いまでしてくれたりと、マジで優秀すぎたから、個人的にはかなり好きだよ。ほう、ちゃんと相棒として働いてくれてるんですね。ただ主人公のことを相棒と呼んでこないことを祈りましょう。続いては、もはや意味なし。ジェンダーレス。モンハンのジェンダーレスって、レイヤーわからないようにするとかですか？いやいや、そんなまどろっこしい話じゃなくて、装備についての話だよ。これまでのモンハンシリーズは、主人公の性別によって、装備のデザインが変わっていたけど、ワイルズでは、この性別の垣根を撤廃して、男女のタイプ関係なく、何でも着れるようになっているそうなんだ。おそれは普通にいいことでしかなくないですか？批判する要素あります？確かにこれだけ聞くと、多様化が進んでるいい話なんだけど、そもそもサンブレイクあたりから、男女の装備デザインの違いが、ほとんどなくなってきているんだよね。気にしたことなかったですが、言われてみればそうかもですね。どうやらワールドで世界的にモンハンが広まったことで、自作のライズでの女性防具が性的すぎると、問題視されるようになったそうなんだ。確かに女性防具は際どいものが多いですよ。これによってサンブレイクで登場した装備は、過度な露出が抑えられ男女の違いが、ほとんどないようなデザインのものばかりになったんだよね。実際、現状公開されているワイルズの装備デザインも、男女でほとんど同じようなものばっかりなんだよ。ほんとですね。サイゼの間違い探しくらい何が違うかわかんないですよ。こうなってしまったら、もはや性別の垣根を撤廃しても全然意味ないし、男女間のデザインの違いは楽しめないかもって言われてるんだ。うわぁ、そうなってしまったら悲しいですね。ただ仕様だけを考えると間違いなく素晴らしい仕様だから、なんとかデザインとの両立をうまく保ってほしいところだよ。キリン装備みたいなのがなくなるのは辛いですが、エッな方向性以外で男女の違いがあると嬉しいです。続いては、ロマンがなくなったモンスターの見た目。これは PV3 発表くらいの初期段階で主に言われてたことだけど、ワイルズに登場するモンスはどれも見た目が気持ち悪いって、割と批判的に捉えられていたんだ。そうですかね。どれも個性があっていいと思いますが。まあ確かに、カエルっぽいチャタカブラさんとか、ヘビっぽいバーラハーラさん、クモのラバラバリナさんは、特に好き嫌いが分かれそうな方向性のモンスではあるね。ドシャグマさんもこれまでと比べて結構怖い顔。言われてみればそうですか。こうした系統のデザインが多いのはもしかしたら全体的に海外受けのデザインにしているからってのもありそうだよね。わかりやすいとこで言うとクモモンスとか、海外ではグロさや怖さも人気の理由になっている節があるし、バリナさん参戦もそれを意識した感じがしますね。それに最近ではワイルズのシビアな自然の脅威を描く世界観がしっかり認知され始めたことや、各種マップの頂点でダウさんやウズプナさん、初の絶滅種メインモンスのアルシュベルドさんとか、イケメンモンスターがお披露目されて、今ではすっかり虜の人が多いと思うよ。その通りですね。むしろ世界観を踏襲した異様感と全く新しい個性を備えた、秀逸なデザインだと思います。あとは新モンスター関連の論争で言うと、新モンスターの情報が待ち遠しい派と、プレイ前にはこれ以上知りたくない派がいるのが、ちょこちょこ見受けられるね。これはどっちの意見もわかりますね。発売後のサプライズ登場の方がインパクトや嬉しさは大きいですが、発売前にどうしても知りたい気持ちもあるし、果たして新モンスや復活モンスが、これからどうやって、そしてどうお披露目されていくのかにも、注目だね。私にはどっちがいいか答えが出せません。続いては、初心者に寄り添いすぎ、ヌルゲイか、ワイルズは簡単ってことですか？まだわからないけど、現時点ではそうなんじゃないか、って言われてるね。理由は何なんでしょう？武器紹介動画や実機プレイ映像とかが続々と公開されてるわけだけど、そのどれもがライト層を意識したものが多いんだ。例えば集中モードなんてわかりやすく、初心者救済のためのシステムって感じだよね。確かに上級者にはなくてもいい仕様ではありますね。しかも傷つけに関しては公式からどこを攻撃すればいいかわからない、初心者のための仕様的なことを言及しているんだよ。
武器紹介動画も初歩的な内容から話してたし、とにかくライト層の快適性が前面に押し出されているんだ。未確定なことが多いですが、そう言われると初心者向け感強いですね。他の細かい部分でも何かと自動化されてたり、便利な要素が大量で少し寂しさを覚える人もいるみたい。前作ライズやサンブレイクの時点ですでに簡単すぎると言われてたりもしたし、モンハンというゲーム自体が敷居を下げる動きに入っているのかもしれないよね。あらゆる層に人気が出てきたのはファンとして嬉しいですが、ファンだからこそ難しくはあってほしいって人もいるでしょうね。これに関しては実際に発売されるまではわからないけど、古参ファンも満足できるような歯応えを感じさせてほしいね。DLC でもいいのでモンハンならではの絶望感も感じたいです。続いてはまさかのワールド以下グラフィック。ワールドみたいにフォトリアルなグラフィックってことで、ワイルズでは映像美もかなり期待されているわけだけど、8月段階の先行プレイ映像を見たファンからはグラフィックが想像よりイマイチだって批判が集まっていたんだ。具体的になんて言われてたんですか？ワールドの方が綺麗とか、2025年発売の AA タイトルとは思えないとか、画面が白っぽく霞んでるのが気になるとか言われてたね。グラフィックの描画設定の関係もありますし、かなり早計な意見だと思いますが。その通りだね。むしろ普通の描画設定や 30fps でここまで綺麗なら、4K 画質はとんでもない美麗グラフィックになると思うよ。なお必要スペックも跳ね上がる模様。むしろ映像美は二の次で、ただ新作を遊べればよい。って人もかなり多いし、グラフィックが向上しすぎて最適化やスペック不足を引き起こす方が、よっぽど懸念すべきことだよね。この塩梅は難しいと思いますが、綺麗な上に軽かったら嬉しいですね。続いては、トップクラスのガード性能。ランスについて、X でもトレンド入りするくらい騒がれてましたよね。そうなんだよね。何があったかというと、ランスの武器紹介動画で、トップクラスのガード性能と紹介されたのにもかかわらず、その直後の映像で思いっきりノックバックしてるシーンが、映されちゃって、どこがだよって、思いっきり突っ込まれたって感じだよ。あれはもはや狙ってるのかと思いましたね。それに他の武器と比べて、ランスはいつも通り地味すぎて、ワイルズでも使用率が上がらなさそうということも含めて、プチ炎上したんだよね。ちょっと理不尽な感じはしましたが、ランスが地味すぎるのは同意です。ただこれに関しては、そもそもランスという武器が、派手さを求める武器じゃなくて、堅実さが良さだし、それが好きな人もいるわけだから、これはこれで個性としていいんじゃないかという話だよね。それは言えてます。派手にすればいいってわけじゃないですもんね。うんうん。それに最近の TGS なんかで詳細が明かされ始めて、むしろかなり強いかもって評判になってるし、これからもランスの評価がひっくり返ることは全然あるから、結論を出すのは早いよね。半分ネタ的な感じで話題になってましたし、ある意味愛されている証拠です。続いては、上級者は蚊帳の外。弓、シリーズ通して強武器の弓だけど、ワイルズでは初心者より過ぎるんじゃないかって、若干物議を醸しているんだ。ふむふむ、何が原因なんですか？シルベの矢っていう新要素が原因だね。それってどんな機能なんですか？何でもシルベの矢を打ち込めば、そこに向かって矢が飛んでいくらしく、エイムが苦手な初心者向けに調節されてるんじゃないかって、言われているんだよ。おお、普通にありがたい要素ですね。みんな使いやすくなっていいんじゃないですか？それはそうなんだけど、上級者からすると、シルベの矢ゲーになるんじゃって不安視されているんだよね。要はプレイヤースキルが関係なくなるかもしれないってことだよ。なるほど、それは確かに上級者にとってはちょっと悲しい変化です。だけどシルベの矢の詳しい仕様はまだわかっていないし、上級者もうまく使うことでより楽しめるかもしれないし、実際に触ってみるまでどんな感じかは言えないよね。限られた情報だけでネガキャンするのはナンセンスですね。こんな感じで弓とランスについての批判を見てきたけど、武器格差についても心配されているんだ。確かに、ランスは見た感じ弱そうで、逆に弓は強そうですね。地味さと派手さも違っているしね。だけどどれも既存ユーザー目線での、何かしらメリットのある新要素が追加されているから、武器格差は問題ないと思うよ。実際武器の使用率なんかは、各コンも把握してるでしょうし、どれかの武器を弱くするつもりはないでしょうからね。続いては、モンハンに必要か？ストーリー。ワイルズではストーリーにも力を入れていると明言されていて、実際現段階で判明してるストーリーもかなり奥深いんだよね。昔のモンハンではストーリーは合ってないようなものでしたが、最近の作品では結構こだわられてますよね。そうそう。だけど一部ではモンハンにストーリーなんかいるかとか、ストーリーじゃなくて他のところに力入れろとか、両極端な批判的意見もちらほらあるんだ。ほう、そういう意見もあるんですね。ただ確かにストーリーがあることで
ネタにされてしまうキャラが生まれてしまったりと、いいことばかりじゃないのもそうなんだよね。一億おじさんとか受付嬢とかですか。そうそう、ワイルズで言うと黒人の少年ナタの存在がワールドの受付嬢みたいになるんじゃないかとも言われているね。なるほど。実際ストーリーで変にストレスが溜まったりするのは良くないですよね。まあ言わんとしてることはわかるけど、やっぱりストーリーがあることでよりゲームに没入できるし、キャラへの愛が生まれることもあるし、ない方がいいとは思わないよ。私もそう思います。ストーリーの奥深さも最近のモンハンの魅力ですし、世界観を楽しむっていうのもモンハンの面白さの一つです。うんうん、ネタ的な流れやキャラができるのも個人的にモンハン界隈の好きなところだし、ワイルズでもそれが一つ楽しみでもあるよ。さすがに受付嬢みたいな人柱は生まれてほしくないですが、いろんな意味でワイルズはストーリーも楽しみですね。続いては本当に間に合うの？発売日。確か発売日は2025年2月28日に発売されるって正式アナウンスが出てますよね。そうそう、だけど PV4 以前は一向に詳細な発売日が発表されなかったから、徐々に本当に2025年に発売されるのかって不安視されるようになっていたんだよね。確かに大型タイトルの発売延期は割とあるあるなので、ワイルズもそうなる可能性があるって風潮でしたよね。特にワイルズはシームレスマップとか今までの作品と変わっている部分が多いから、より開発に時間がかかるだろうし、余計に心配されてたね。ただもうしっかり発表されましたし、さすがはカプコンさんですよ。発売までまだ半年くらいはあるし、なんなら延期してでも納得いくまで作り込んでいただきたいね。いつまででもお待ちします。続いてはまさに賛否両論。武器の持ち替え。ワイルズでは新要素として戦闘中にセクレトを使って2種類の武器を持ち替えることができるようになっているんだよね。これはかなり楽しみな要素ですよね。ワクワクするんだけど、この要素が発表された当時は武器持ち替えが前提の難易度になっていないかってことにかなり批判が寄せられていたんだ。どういうことですか？例えば遠距離武器と近距離武器のどっちも使わないと倒しにくいモンスとかが出てきたとしたら、今まで一つの武器しか使ってこなかったプレイヤーやプレイに慣れてない初心者は置いていかれちゃうよね。確かにそうなるんじゃないかとしてかなり不安視されていたんだよ。より便利になるための機能が強制されたら意味が変わってきますもんね。だけど最新実機映像を見るにこの懸念はなさそうだよ。お、そうなんですね。1武器でももちろんいいけど、2武器使えればより効率的で楽しい狩りができるという立ち位置っぽいから安心して大丈夫そうなんだ。一番求めてた立ち位置です。ちなみにスキルに関しては武器自体に強めのスキルがつくことで対応できるようになっているらしいから、装備関係は心配しなくても良さそうなんだ。それは一安心です。ですがってことは本当に持ち替え要素を強制してくるかどうかが分かれ目ですね。続いてはない方が良かった傷付け。これ結構言われてましたよね。アイスボーンで強制された傷付けの儀式をワイルズでもしないといけないのかとか、傷付けには特定の行動が必須なのかとか、かなりネガティブに捉えられてた印象です。確かに傷付けシステムのお披露目当初はそういった意見が多かったけど、最近は大丈夫そうって感じで考えられているんだ。え、そうなんですか。まずアイスボーンではクラッチクローじゃないと傷をつけられなかったけど、ワイルズではノリ攻撃でも通常攻撃でもいろんな方法で傷をつけられるようになっているんだよ。おーってことは適当に殴ってても傷つけられるんですね。それにやらないといけないってよりは、今まで特定の部位を攻撃し続けるというのが分かりにくかったから、傷がつくことで攻撃する部位を分かりやすくするって意図もあるらしいから、やった方が狩りやすくなるっていうポジティブな要素なんだ。なるほど、そういった要素なら大歓迎ですよ。てっきり逆に行動に制限がかけられるのかと思ってました。むしろ実機映像で乗り中に体の上を移動できて、いろんなところに傷をつけることができるっていう新たな戦術も判明したから、傷システムの登場で戦術的な楽しみも増えているんだよ。へぇ、マジで面白そうですね。実際に発売されたらまた評価が変わるかもしれないけど、現状アイスボーンの傷つけほどネガティブ要素ではないと思うよ。新たなモンハンの目玉要素になると最高です。続いてはまさかの超絶強化、こんがり肉。上手に焼けましたでおなじみのこんがり肉だけど、ワイルズではなんと古の飛躍と同じ効果を持つようになっているんだ。こんがり肉がそんなに強くなっているんですか。今まではスタミナ上限を最大にしてくれてただけだったけど、まさかの体力の上限もマックスにしてくれるとは衝撃の進化だよね。ですがこんがり肉っていちいち焼かないとダメですし、めんどくさくなってるんじゃないですか。
それに関してはちゃんと飛躍も登場するらしいから、住み分けはできているみたいだよ。それにこんがり肉を焼くのも、かまど焼きみたいなシステムがあれば、そこまで面倒くさくないだろうし、こんがり肉がなくて、ゲームが進められないとかはないだろうね。それは一安心です。むしろモンハンの個性である、こんがり肉の存在意義が生まれて、最高の変化かもしれませんね。ワイルズの飯テロ映像は、ワールド以上に美味しそうだから、こんがり肉を焼くのも、一つの楽しみになるかもだね。ワイルズでも、上手に焼きましょう。続いては、ドスの再来。季節の変化。ワイルズではフィールドが、刻一刻と変化していって、天気が変わるなど、細かい変化もあるんだけど、どうやら季節ごと、ガラッと変わるみたいなんだ。おお、これまた、どでかい新要素ですね。その季節というのは、降灰期と、豊穣期の二つがあって、異常気象を経て、変化するようになっているんだ。ふむふむ。この二つの季節ではそれぞれ環境生物や、フィールドギミックなどが、変わるんだよ。季節に応じて戦い方を変えたり、その季節にしか現れないモンスを狙ったりする感じですか。リアルで面白そうですが、過去作にも似た仕様がありましたよね。まさにドスだね。ドスでは3つの季節があって、それぞれ登場するモンスなどが変わるシステムだったんだ。だけど季節が変わるには、現実の時間で1日以上待たないといけないとか、あまりにも面倒くさいってかなり批判されていたんだよね。モンハンの黒歴史とまで言われてる作品ですよ。まさかワイルズもそんなことになっちゃうのでは。実際ネット上ではそういった不安の声が大きかったけど、ドスの二の舞にはならないと思うよ。そうなんですか？っていうのも、実機プレイ映像を見るとワイルズにおける季節は、プレイヤーがフィールドにいる状態で、ダイナミックかつ短いスパンでどんどん変化するから、ドスみたいに季節のせいでプレイが止まるとかはないんだ。おお、それは良かったです。まだ細かい部分は不明なところもあるけど、開発陣もドスの失敗はよくわかっているだろうから、ワイルズの季節変化は不便なことにはならずに、ゲーム体験を奥深くする要素として登場するはずだよ。過去作のいいとこ取りされているって感じなんですね。一体どんな世界が待っているのか、マジで楽しみです。いや、意外に批判されてる要素も結構あるんですね。まあどれも詳しく見ていくと確定しているわけじゃない要素が多かったですが、発売前は良くも悪くも色々と言われるし、批判要素があるのも仕方ないよね。でも結局発売したらみんなモンハン面白いになってると思うけどね。私は絶対そうなります。とにかく神ゲーの匂いがプンプンしてるので、首を長くして待ってます。右上の Twitter のフォロー、チャンネル登録もしてくれると、励みになります。それではご視聴、ありがとうございました。